はい、それでは始めていきましょう。トラ吉チャンネル。今日はプロスピエースやっていきたいと思います。さあ皆さん、現在ですね、プロスピセレクション、こちらやってきておりましてですね、ガチャ引ける方もね、引けない方もいると思いますけども、引ける方はね、ガンガン、30連、60連、90連引いていただいていると思いますし、引けない方はですね、人の動画を見て引いている気になっているという方もね、楽しむという方もいらっしゃると思いますので、そんな人のためにですね、今回僕自身はセレクションガチャを追加で60連回していこうと思っておりますので、よかったら最後まで見ていってください。よろしくお願いします。さあ今回は60連回すということで、まあ余計なことはお話しせずにですね、とっととスカウト画面にやってきたんですけども、ここまで僕自身セレクションカーニバル30連引かしてもらっております。ここまでの引きの状況を簡単に説明させていただきますので、お、待てよ、そこまでの30連もまだ見てないぞっていう方はですね、再生リストの方から、過去のね動画見ることできますので、見てまた戻ってきてくださると流れ分かりやすいかなと思うんですけども、現在のところセレクション選手はですね、こちらの山田哲人選手を30連目の確定枠で引くことができております。僕自身の中でね、まあ、欲しい候補第2位ね、僅差の2位という感じだったので、いい選手が引けてね、もうめちゃめちゃ満足、実際使ってて、いやー、ミパ同地の山田選手、背番号23の山田選手に興奮しているところでありますけども、まずは簡単にね、狙いの方を説明させていただきたいと思います。はい、自チームがね楽天になっているところからも分かるようにですね、やっぱりまずは田中将大選手を、射抜いていきたいなと。本日ね確定枠もありますし、それ以外のところでもね S が出て、かつ 30% で、セレクション選手を引き当てることができますので、そこでなんとか引いていきたい。その他ね、出てくれたら嬉しいなっていう選手はたくさんいるんですけども、まあね、やっぱりこの辺ですね、山崎康晃選手、そして丸選手、あとはまあでもそんなもんかな。平野選手とかね、糸井選手もめちゃめちゃ嬉しいですね。まあ、今回、強いて言えばですね、ちょっと登場はご遠慮いただきたいなと思うのが、まあ、能力的にね、やっぱ中村晃選手、そして涌井選手、ね、現役バージョンの方が表ステータス、そして変化球も強かったりしますんで、まあ、あえて今、ロッテバージョンいらないかなっていうところ、まあ、山川選手はね、使えるんですけども、ちょっと2021シリーズ1のものすでに持ってるので、まあ、ぜひご登場、ご遠慮いただきたい。そして、まあね、これ皆さんね、賛否両論分かれると思うんですけど、坂本勇人選手もですね、このミート、かなりミートが上回ってるバージョンの坂本選手よりも、現役のね、坂本選手の方が使えるんじゃないかな。まあ、守備面以外ですけどもね。というところも含めて、まあ、なくてもいいかなっていうところですよね。能力だけ見たら原口選手もですね、いや別に欲しくないよっていう方もいるかもしれませんけども、僕自身はタイガース純正やっているので、原口選手でも大歓迎ってな感じの僕の狙い。とにかくね、山田選手のかぶりだけは避けていきたいんですけどもね。ってな僕の狙いをですね、一緒に理解していただいた上で、早速ガチャの方に移りましょう。ということで、事前に30連引いておりますので、本日の10連目は合計の40連目となります。やっていきましょう。お願いします。いやー、プロスピのガチャをですね、一気に60連引くのって今まであんまりないんじゃないかなっていう感じですね。結構もったいぶって引いてきたので、今まで緑まで、さっきも金文字までは行きましたけども、行きましたけどもね。いやー、バット当たれば楽天確定、飛んで笑っちゃえ S ランクかー、なんか A ランクはたくさん来そうな雰囲気の演出ではありました。来い。お、山崎康晃選手、いいですね。実質セレクション選手ですね。 OK です。突要員としてはね、十分 A ランクでも使えます。今のうちに集めとこう。 A ランク野村佑希選手、これは取っときたいですね。いずれね、日本ハムの4番を張るような選手になるであろう野村選手、A ランク初登場かな。これありがたいですね。 S ランクはすでになんか去年のシリーズ2かな、今年のシリーズ1か登場してると思いますけどもね。では最終枠も A ランクかな。はい、大野雄大選手、いい3枚でしたね。 A ランクありがとうございます。まあ、僕自身の傾向って言えるのがですね、まだまだ10連目なんで A ランクの内容で喜んでいられるっていうのがねどうしてもいつもこれが50連目とか60連目で S ランク出てねえぞってなったら、こんなね、いい引きでしたね、A ランクの内容が良かったですねとか言ってられなくなるんでね。さあ、まだまだ確定枠ではありません。本日の20連目は合計の50連目頼む、田中マー君出てくれ、よろしくお願いします。 S 確定。とにかくさっきここで金文字、あー同じ流れ。はい、ここ緑。うわー、やばいやばい、さっきいいか当たれ、当たらない、飛ぶ、一応飛ぶ、笑うとこまでいけ、Sランク、あー 2.5% 厳しいですね、やっぱりね。同じようなフォームの B ランクがついて A ランク、松田選手 OK、 最終枠 A ランク来い、木村選手、さっき B も出てたな。さあここまで S ランク出る気配がなかったですけども、60連目ですね、いよいよ確定枠となりました。まずは田中マー君、そして山崎康晃選手、丸選手、ここまではめちゃめちゃ嬉しい。ご登場、ご遠慮いただきたいのは中村選手、涌井選手、そして坂本選手、すでに出てる山田選手、それ以外は誰でも嬉しい。いけ、頼むぞ、確定枠、演出激アツ。おっと、おい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 、演出、おい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 、真っ白じゃねえか、演出が。ああ、ここで来る、来てくれる、あれあれとか言って、当たれバット。いやー、楽天は確定してくれなかった。飛んで笑うパターンか。あれ、笑わないな。うわー、これは最終枠で来るだけかな。ちょっと途中は厳しいかもしれない。そんなこと言いながらね、メラルとね、ちょっと期待しちゃうところありますけどね。ニール選手、ありがとうございます。途中で A ランク出ただけ。さあここで田中マー君が出ちゃいます、皆さん。はい、これがハンドパワーです。田中将大来い。おー、山川選手、まあ、そうですね、狙いではないですけども、山川選手今ね、ちょうどね2021シリーズ1の通常で出たやつを育ててるので、こちらに移行しないといけないなーっていう感じですけどもね。ありがとうございます。大丈夫、背番号がね古いバージョンのって結構嬉しいですよね。なんか懐かしい感じがして使いたい感じがありますね。懐かしい感じがして使いたい感じ、ちょっと漢字うるさいな。はい、本日1つ目の確定枠では山川選手を引くことができました。圧倒的パワーでね、パワーもう1個あればですね、もう187あればですね、称号で S までいけるっていうね、さらに激アツになったと思うんですけども、特殊能力超アーティストチャンスというところですから、ぜひね育てて使わせてもらおうかなというレベルではありますね。ではここから今日はさらに30連いきますよ。いきましょう。本日の40連目、合計の70連目、そろそろ通常枠から S ランカーみたい。突き出てる。いやもうね、ピッチャー調子くんの時点でね、なんかいろいろ希望が絶たれるんだよね。いいよ、いいかん緑止まりでは何にもならん。飛ぶ、そして笑って、今日は笑顔が見れない。調子くんの一度も調子くんの笑顔見ていない。今日は厳しい。流れが厳しい。突き出てたんだけどな。うわ、岸選手だからいい方か。まだやばい。今日の動画激薄ですね。前回はですね30連引いたんですけども、30連目の確定枠で S3 枚出たんですよね。結構こんなことも珍しいね、嬉しいねっていう話をして締めれたんで、今日もいい締めをね、せめて最後したいところでございますが、本日の50連目、合計の80連目、ここら辺でねマジで S ランク見たいよ。 2.5% つったって60連引いたら 1.5 枚ぐらいは S ランク出る計算だから。いや、ピッチャー調子くんだとね、可能性がないのよね。可能性が、緑まで行く、逆転。いやー、緑まででは何の意味もないです。当たれ、楽天、一応飛んでからの50連目ですよ今日の。A ランク、高梨選手、あ、杉本選手嬉しいですね。これは A ランク取っとこう、ぜひ。A ランク3連チャン、浜谷選手。A ランク3連チャンも珍しいっちゃ珍しいですけどね。A3 連チャンしなくていいから S に運を振ってほしかった気もしますけども、最終枠、小島選手 OK です。いやー、60連引くのは本当精神力いりますね。ということで、もうね、僕自身セレクションはこのね、確定枠3回のみしか引きません。いやー、でもね、90連引いたらさすがに確定枠以外でも S ランク選手 2,3 枚出てくれないかなとか思ってたんですけど、そう優しくないですね。ここまで山田選手と山川選手しか引けていません。なんとか田中将大選手だったらいいな。まあ、山崎康明選手、丸選手ぐらいまでは確実にオーダー入りできて嬉しいところ、まあ、カープの丸選手って使ってみたいですよね。ということで本日のラストね、本日の60連目合計90連目最後の確定枠、いい演出で2枚引きしちゃおうぜ。あれちょっとそれやめよう。いや、それやめようよ。いやいや、さっきの60連目もそうだったけどさ、それは嬉しくないよこっちは。あ、来た。前半3つの薄さを取り戻してくれた青。いやー、お情けか。当たれ。一応飛ぶ、はい、笑って最後笑ってくれました。途中で来い、途中で来い、途中でマー君、途中でマー君からの最後もっと喜べるパターン、途中でマー、途中でマーということで最終枠のみでした。さあ、プロスピセレクション田中将大選手をお出迎えしましょう。どうぞ。あー、喜べない、喜べないよ。通常版の坂本選手持ってるな。これは喜べないな。マー君の代わりに小学校の同級生の坂本選手が出たっていう感じになっちゃってますけどもね。この坂本選手育てるかどうか迷いますね。これがセレクションの坂本選手で、これが今回の通常バージョンの坂本選手なんですよね。ミパ同値の AA なんですよね。で、守備の方も決して悪くないんですよね。特殊で A まですぐに持っていけますし、パワヒなんですよね。これはやっぱこっちですよね。スペース100違うとはいえね。やだな、坂本選手の S が出て嬉しくない状況なんてあるんだっていう感じになっちゃいましたね。はい、トップ画面に戻ってまいりました。このトップ画面もいつまでボーアにしてるんだっていうところはそろそろ考えないといけないですね。いや、ボーア好きだったんですよ。たまに触れますけどもね。いやー、本当に盛り上がりかける60連になっちゃいましたね、今日はね。いや、自分では反省のしようがないんですけど、いやー、結構 S ランクの排出量、そして内容も含めて盛り上がらなかったな。前回の方が良かったな。はあ、ちょっと悔しいですけどもね。まあ、皆さんセレクションってこんなもんっていうところはね、思っていただければいいかなと。もう希望に満ち満ちて引き始めるんですけどね。67枚出ちゃうよ、90連も引いたらとか思って引き始めて、結局3枚だけですからね。いや、本当に厳しいガチャではございます。今日の動画の内容ね、良かったよ、もしくはね、同情するよっていう方はですね、高評価、チャンネル登録よろしくお願いします。また次回以降ね、最強決定戦も始まりますので、動画いろいろと出せたらなというふうに思っておりますので、楽しみにしていてください。では、今日はここまでにしたいと思います。失礼します。